平野紫仕様、バレンティーノ×サンローランの異例コラボ、神宮寺ゆうタとのニエスにファンモ説。東京、平野紫仕様、諸ヒラノ、ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ、キング、アンド、プリンスのメンバーであり、俳優としても一世を風靡する彼が、ファッション界とのコラボで再び話題となっている。彼は最近、ファッション界のトップブランドであるバレンティーノ、バレンティーノとサンローラン。 セン・トラーントの洗練されたアイテムに身を包み、ジングージ・ユータ、イエタ・ジングガジーとの共演を自身の SNS で披露し、ファンを魅了しました。インスタグラムを通じてその瞬間をシェアした平ヤは、オフショットからファッションの魅力まで、多彩な写真を投稿しました。この記事では、ヒラノ・シオとジングージ・ユータの特別な瞬間に焦点を当て、そのコラボの背後にあるストーリーを探ります。ヒラノ・シオとサン・ローラン。 異例のコラボ。ヒラの仕は、キングプリンスのメンバーとして音楽活動を行う傍ら、俳優としても幅広いジャンルで活躍しています。その幅広い才能を持つ彼が、ファッション界の巨大なブランドであるサンローランとのコラボに参加したことは、多くのファンにとって驚きでした。彼がこのコラボで身につけたサンローランのアイテムは、その洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。特に、 バレンティノやルイ・ヴィトンといった一流ブランドの服を着こなす平野の姿は、その存在感を際立たせました。インスタグラムでの共演。この異例のコラボレーションの一環として、平野仕様は自身のインスタグラムアカウントを通じて、ジングージユータとの2ショット写真を公開しました。この写真には、平野がサンローランの洋服に身を包み、共に撮影したジングージユータとの友情とスタイリッシュな魅力が現れています。 投稿の中でエイヤは、この前の撮影のオフショット、あげちゃうと綴り、5枚の写真をファンと共有しました。写真の中には、撮影セットでの幕開の様子や、スタジオでの楽しい瞬間が捉えられており、その一部はストーリーズで公開されました。ファンの反応、平野仕様のインスタグラム投稿に対する反応は、圧倒的でした。その投稿は80万件以上の、いいねを獲得し、 1.8万件以上のコメントが寄せられました。ファンからのコメントには、彼らの興奮や感動が溢れています。彼のストーリーズには、無邪気に遊ぶ様子や、くるくる回る姿が収められており、これらの瞬間もファンから熱狂的なサポートを受けました。コメント欄には、子供みたいで可愛い、ジンくんと一緒は、素敵すぎる、紫輝くんのくるくる回ってるストーリー、24時間じゃ足りません。こんなかっこいいのに、 インスクルクルって、小学生か、オフショットも全部素敵で元気出た。マジでかっこよすぎる。といった声が寄せられ、平野潮の魅力とファッションセンスに対する賞賛が高まっています。平野潮のファッション界との異例のコラボは、ファンにとって喜びと驚きの瞬間となりました。彼のファッションセンスと魅力的な個性が、バレンティーノとサンローランのアイテムを新たな高みに押し上げ、 多くのファンから熱狂的なサポートを受けています。今回のコラボレーションが、平野紫耀の将来のファッション活動にどのような影響を与えるかはわかりませんが、彼のファンたちは彼の新たな挑戦を楽しみにしています。一流のアーティストと一流のファッションブランドが共演する瞬間は、エンターテイメントとファッションの融合として楽しまれており、今後の平野紫耀の動向に注目が集まることでしょう。